移し替えた溶液、移し替えました溶液で、ちょっとタオルにこれありましたので、拭い取ります。なんか綺麗になりそうな気配油は完全に落ちてるけども、どこキュッ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 打ってます。もう少しこう、ここの辺が一部がやっぱりまだ取れてないところがありますね。これはもうやっぱりこう聞こえますよね。これでまあ、あとはもうあれするしかないですね。やっぱり磨いていくしかないですね。これで多分使えると思いますね。まあ溶液ができてますから、霧吹きにして一遍使ってみるという手もありますね。まあ以上、結果でした。ありがとうございました。360番で磨いております。ちょっと四方を磨いてみますね。A の汚れとかそういったものが取れればいいんですけども、1500番で磨いております。一応4面ずつかけております。ちょっとこの箱出しがちょっと、いくつだったのかちょっと記憶がないんで後で調べてみますが、まあ1500番か2000番で止めようと思ってます。あとはポリッシュにするかどうか、
仕上げは T シャツのウールを使っております。まあ、これで今日全工程終わる予定です。2019年のボールが生き返るのか、まあ、投げてみないと分かりませんけども、一応320番から500番、1000番、1500番と、あとはポリッシュをしております。最後の仕上げで今空拭きをしております。だぶ光ってるしね。ただ汚れがねなかなか落ちないっていう感じなんですけども、ほとんど大丈夫だったですよね。最後一応1500番で磨いた時に調べてみたら OK みたいなので、はい、とりあえず終わります。この辺の細かい傷がやっぱり分かりづらいですよね。電気が照らしたら余計分かりますよね、やっぱりね。でもまあ全然油っ気は取れてます。ただこういう具合にあずっとこう汚れは一応取れてるみたいですよね。ただこの辺がちょっと細かいこの傷がどうなのか私たちには分かりません。ただ穴開いてる様子はないんで、まあ一応綺麗に完成しました。ちょっともう外が暗くなってきましたんで、まあ同じでビデオをかけたら自然と電気がついちゃいましたんで、まあ一番わかるのがこの細かいこの傷ですよね。これはまあ傷っていうか柄っていうかちょっとわかりませんけども、全体的についてますからこういうのかもわかんないですね。これちょっとまあ新しい時に全然気がつかなかったんですけども、やっぱりこう油っ気が取れてこういう模様が出てきたのかですよね、やっぱりね。まあ全体的についてます。でもこれがね、この前はこの細かいところが全然取れなくって苦労したんですよね。まあこれで正解なのかも分かりません。とりあえずありがとうございました。まあいろいろとこう経験させてもらっていい勉強になると思います。それではまた。さて、ちょっと体もちょっと慣れましたんで、何球か約体慣らすうちに何球か投げてみました。どうなってるか、まだちょっと柄は出てますね。2球目でストライクが来ました。ちょっと見てみますね。
ドのところですよね。やっぱり模様、オイルがまだかかってないのかな。今のところまだ模様は出ております。